ハワイは気持ちいいです。 Quiet on the set. Okay, ready. Action. Dum. Dum. <笑>嬉しかった。ありがとうございます。で、まさか自分が新しく Sea Breeze の CM ができるなんて思ってもいなかったので、嘘じゃないかなと思いました。白かったんで焼きました。そうなんですか。え、今ちょっと戻られてますか。ちょっとずつ戻ってきてます。皮むけたりとかしたらまずいなと思って、下地を作るために 日焼けサロンに。あ、日焼けサロン、日本で。はい。自慢していいですか。はい、どうぞどうぞ。俺、1年前かな。で、初めて波が来て、こう、パドって、初めてやって、初めて乗れたの、立って。まあ、ロングボードだったんですけど、でもなんか、それはちょっと、俺、もしかしてセンスあんじゃないかな、調子に乗っちゃいました。 まずカメラマンさんがすごく有名な、もうなんかサーフィンの映像を撮ってるカメラマンさんの中で、おそらくナンバーワンと言われているカメラマンさんに撮ってもらえたことがまずすごく嬉しかった。まあ、とにかく今回のスタッフはみんなすごかったんですけど、喉乾いたとか言うと水持ってきてくれる人が、なんか世界大会2位とか。サーフィンですね、それは。 なんかもうありがとうございますって。僕が波に巻かれてバーって出てくる、シーンがあるんですけど、そこがものすごい波の力が強くて、結構スタッフも危ない危ない危ないとかいうことがあって、なんかで、結構みんなもスタッフ英語だから、たまに言ってること分かんなくて、何言ってんだ、あ、こういうことかと思ったら全然違ったりとかして<笑>で、後から聞いたらものすごい危なかった。 で、あそこは結構サメが多いんだよねって、後から言われたんですよ。びっくりしましたね。わざと言わなかったんだと思います、多分。皆さんのいい表情を撮るために。いや、知ってたらね、多分ちょっと怖かったです。皆さん、ものすごく楽しい撮影でした。そんな雰囲気が CM に出てると思います。皆さんぜひ楽しんでご覧ください。それでは2006年シーブリーズ新 CM をご覧ください。どうぞ。